はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はお暑い中、興味持っていただきありがとうございます。ではまず早速プレゼンに移りまして、先輩学生が伝えたいキャンパスライフとか入試対策のトークライフを今から進めていきたいと思います。はい、では本日の流れですね。まず私がこの1番キャンパスライフの紹介をしてから、そして2番、入試制度の説明はシエクの関係者の方にお渡しして、3番はトークライブになってますので、皆さんぜひ聞いてみてください。ではまずキャンパスライフの紹介からいきます。今回このスライドを作成したのはリー・ゾンウェさん、教育学部1年生のリー・ゾンウェさんになります。そしてまた国際学部1年生のキム・ジュンギさんになります。で、発表を担当するのは小学部3年生のキムと私ですね。よろしくお願いいたします。ではまず関学に入学するメリットについてなんですけど、まず幅広い学びができる、そして就職に強い、またバディ制度とか交流イベントが強い、そして留学生のサポートとケアが、留学するメリットとなっております。まず幅広い学びができるという点からは、学部だけの学びじゃなくて、他学部の授業とか SDGs、AI 活用とか企業の授業とか、さまざまな言語、スポーツ、ビジネス、さまざまな授業を聞くことができますので、そういう幅広い学びができるんですね。特にこの国連外交プログラムもそうですし、 AI 活用とかもそうですし、ハンズオンラーニングもそうなんですけど、こういうふうに学部だけの学びじゃなくて、他学部とかこういう自分が興味のある分野の学びもできるという点がメリットになってます。それと関学では専用のポータルサイト、クイックとルナというサイトがございまして、全力でオンラインでも学生さんたちをサポートしてくれるんですね。次に就職に強いというところです。関学の就職率はなんと 99.7%、 ほぼ全ての学生が、就職ができている状態になります。で、就職先への満足度は 98.2%、 そして進路把握率は 99.4%なので、これは学生たちが意識が高いとも言えるんですけど、これには関学のキャリアセンターが大きな、役割をしてますね。このキャリアセンターでは、留学生対象のキャリアセミナーとか、個人面談とか、留学生限定のインターンシップなども提供することで、さまざまな支援活動を行っております。次にバディ制度と交流イベントです。KG バディーズはシエクが提供するプログラムの一つでありまして、で、在学生がバディーであって、留学した留学生の学生生活とか、さまざまな学習をサポートしてくれる、要するにメンタリングみたいな感じですね。で、こういうふうに日本文化体験とかコーヒーアワーなどのイベントを通して、日本人の学生と留学生の学生をつなげるようなプログラムもさまざまありますので、ぜひ友達作りへの心配はしなくても大丈夫です。次、留学生のサポートとケアなんですけど、先ほど説明した日本語教育ですね、それと奨学金とか経済的な支援、これが一番私が満足してまして、留学生だったらお金が少し困る方もいると思うんですけど、奨学金制度とかすごいちゃんとできてますので、そこは本当に満足しているところです。で、シェイク、これは日本人学生が留学行く時もそうなんですけど、留学生が日本での暮らしとか学びとかをサポートしてくれる専用の、部署になってまして、そこで相談窓口も、運用していることから、日本への暮らしがすごい豊かになるんですね。では今までちょっとさらっとメリットを紹介したんですけど、実際の先輩留学生のキャンパスライフはどんな感じかを今からちょっと説明していきたいと思います。まず先ほどちょっと紹介したリー・ゾンウェさんは、国際交流の参加途中でキャンパスライフを送っているそうです。またキム・
純喜さんは自分の関心分野を探せる環境を求めてキャンパスライフを送っているそうです。で、私自身は日本での快適な暮らしをめがけてキャンパスライフを送っているんですね。では受験生が不安に思っていること、私たち先輩がございますっていうコーナーなんですけど、まず家の契約が心配です。多分皆さんも絶対これ心配だと思うんですね。外国で外国語で家の契約をするということがすごい私も不安だったので、でもこれは感覚の制御の住宅部とかもありますので、ここで感覚だけが抑えている建物の物件とかを感覚性だけに紹介するので、そこは問題ないと思います。また国際医療とかも設けていますので、その国際医療で、暮らすのも方法ですね。まずその国際医療をちょっと軽く紹介すると、有効料っていうところがありまして、もう一番最近建てられた建物で、上原キャンパスからは徒歩10分ぐらい、清和キャンパスからだったら5分ぐらい の、 すごい近くにある寮になります。でここだったら、正規留学生、短期留学生問わずに、ほぼ全ての留学生たちが住んでいるところですので、ここで様々な国との文化交流ができたり、でレジデントアシスタントからの協力をもらえるので、外国人留学生の生活をサポートしてくれるようなすごい便利な施設になっております。でこの有効寮にはこういうふうに共同の厨房もありますし、ラウンジみたいなところもあって、またシアタールームとかもありますので、すごく楽しく、快適な暮らしができるんですね。これは参考がてらちょっと入れたんですけど、ドーミーっていう、株式会社なんですけど、ここで家を探される学生たちが結構いますので、もし気になりましたらこれも参考にしてみてください。次、入学後、日本語での勉強が心配ですというところなんですけど、外国語で授業を聞いて、その内容をまた自分で理解して、テストとか、レポートとかあるんですね。そこが不安だと思います。でもそれは感覚のライティングセンターとか、先ほどの必修の日本語と幅広い課外活動で解決できますので、今からちょっと説明していきます。まず大学レポートはどう書けばいいですかっていうところなんですけど、皆さん自分の国で母国語でレポートを書くとしても、どう書けばいいんだろうというふうに不安があると思います。でそれを日本語で書くってなったら、外国語ですのでやっぱりもっと不安だと思うんですけど、大丈夫です、感覚のライティングセンターあるやんってなって、感覚のライティングセンターなんですね。これがレポートを書くことをサポートしてくれる、あるいはさまざまな小論文とか卒論とかをサポートしてくれる機関ですので、ここは LINE で予約ができて個別支援ができるところなんですね。なのでもうクイックとかでも予約できますし、これ LINE の画面なんですけど、 LINE の画面でこういうふうに様々な情報を得られたり、個人支援の予約もできたりします。で次、日本語力が心配ですということで、日本人学生と同様の日本語力が持てるとか、あるいはグループワークで他の学生の足を引っ張ったらどうしようという不安があると思います。でも先ほど説明聞いた通りに、日本語の授業がカンカン同率ですね、その中で一番よくできている授業でして、また日本での就職活動を希望する方でしたら、ビジネス日本語の授業も設けてますので、そこの心配は大丈夫だと思います。まず日本語1から4、必要なアカデミックスキルを全部学ぶんですね。レポートの書き方とか様々な、これだったらそういうフォーマットとかも教えてくれますので心配ないと思います。ビジネス日本語は先ほどちょっと説明があったと思うんですけど、ざっくり電話とかメールとか文書とか、そういう基本的なマナーから自己PRとか面接における、そういう就職活動に関する情報とかも取り扱っています。では最後に、勉強だけじゃなくて日常で使う日本語を学びたいというところなんですけど、やっぱり勉強で使われる日本語と授業とか勉強とかに使われる日本語と実際に使う日本語は結構違うと思います。それは感覚で、もう本当に様々な課外活動を通して
会で使う会話用の日本語を学べるんですね。感覚ではこういうふうに200段階以上の課外活動の段階がありまして、結構種類が幅広く自分の趣味に合った活動を必ず見つけることができます。なのでそういう活動をしながら他学部の学生との交流も大好きできるんですね。友達は作れますかっていうところなんですけど、先ほどのその課外活動を通して友達を作るのも一つの方法なんですけど、学校でも受けています制度といたしましては、先ほどのバディ制度、そして GS ネットワークっていう学生団体がありますね。そしてさまざまなその GS ネットワークで開催されるイベントとか、学校側で開催するイベントとかありまして、最後は私が大好きな場所であるグローバルラウンジがあります。まず留学生はどんな活動に参加できるか、日本についてもっと知りたいなという思う方もいらっしゃると思いますし、日本文化を体験してみたいなという学生もいると思います。でそれを GS ネットワークっていうシエクの公認団体なんですけど、これがこんな風に日本人の学生と留学生の方を結びつけるようなイベントを開催してますので、結構短期留学生、正規留学生問わずに日本人の学生と留学生をつなげてくれるイベント、さまざまなイベントを開催しています。で他にもシエクが時期時期開催するイベントとかで KG バディーズとか、先ほどちょっと説明した KG バディーズとか陶芸体験などで日本の文化も体験することができます。でこれは私が大好きな場所であるグローバルラウンジなんですけど、もし皆さん留学されましたらぜひ来てみてください。まあ私は必ずいますので挨拶しに来てください。こういうふうに学生たちがもう昼ご飯とかそういう簡単な食べ物とかも食べれるところで自由に会話ができる空間ですね。ここで勉強したり友達と遊んだりとかできる自由な空間になっています。では最後に、兵庫県ってどんなところ、西宮市ってどこにあるのっていうところなんですけど、兵庫県だったら西宮市だったら関西住みたい街ランキング1位を獲得している、なんと5年連続獲得しているところで、治安がすごくいいんですね。高級住宅街が近いので、価格だったら治安がなおさらいいです。で豊かな自然と便利施設が両立しているところで、すごく住みやすいところになっています。まず兵庫県だったら住み続けたい都道府県ランキング2022年の調査なんですけど、そこで全国47都道府県の比較で兵庫県が1位達成いたしました。で県民の多くの方が住みやすいと感じているところなんですね。次、兵庫県は京都と大阪に隣接しています。京都とか大阪とか皆さん多分有名な観光地ですので分かっていると思いますが、そこで隣接してまして、すごい遊びに行けるという環境ですね。兵庫県の中で西宮だったら神戸とか大阪とかどっちも30分で着きますし、大阪から京都まで30分なので、西宮からだったら1時間くらいかかりますね。でその兵庫県にもおしゃれなところが多くて、神戸は私が好きな町なんですけど、神戸もありますし、芦屋だったら東京の次ぐらいに、はい、すごい経済的な、はい、優れてる方とかお金持ちですね、はい、お金持ちが多く住んでいるところで、西宮でしたら先ほどちょっと説明したように自然が豊かで便利施設もありますよっていうところになります。西宮市だったら先ほどちょっと説明したように5年連続住みたい街ランキング1位になっています。これも私が好きな兜山にあるところなんですけど、兜山は皆さん留学してみたら絶対行ってみてください。夜景がすごく綺麗なので兜山はおすすめです。で西宮はこういう風に宿川の花火大会とか、野球ファンだったら絶対知ってる甲子園球場とか阪神タイガースですね。そして西宮ガーデン、これ関西で一番大きいデパートなんですけど、こういうところが存在してますので結構両立してるんですね、自然と便利施設が。はい、では考
額で一緒におしゃれな留学生活してみませんかっていうメッセージを最後に私の発表ここで終わります。今から入試対策トークライブを進めていきたいと思います。司会は経済学3年生の中長4年が務めていきます。で、他の方もいらっしゃるので自己紹介から簡単にしていきましょう。ムセオさんからお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。国際学部4年生キムセオと申します。本日入試を準備している皆さんに向けていろんな情報を伝えるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。私は教育学部の1年生の伊藤です。皆さんの役に立てるように頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。国際学部1回生の金純喜と申します。受験生の皆さんに有益な情報を伝えるために頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんていうかね、はい、そうですね。では、まずこのトークライブですね、3つの項目に分けて話を進めていきたいなというふうに考えております。まず、皆さんが先ほどね、その入試対策、入試の情報で気になっているところがあるかなというふうに思っておりまして、 EJU 試験ですね、転送、詳しくちょっと話していきたいなというところと、志望優秀と面接、そして留学前にやっておいたらいいことっていうところで、少し先輩同士でお話ししていきたいなというふうに考えています。その早速 EJU の話に移りたいと思います。すでに、ね、6月に受験をされた方も多くいらっしゃるとは思いますし、その点数ね、その実際どんな点数をもらったらいいのっていうふうに、不安を抱く方もいらっしゃると思います。私はちなみにその EJU 点数ですね、日本語の点数の場合は355点、実質の場合は45点を獲得いたしました。先輩たちはどうでしょうか。義務中美さん何でしたか。私は日本語が340点で、技術が45点で、総合科目が196点はいはいはい、なるほど、素晴らしいですね、ありがとうございます。で、その EJU っていうのは全然300点以上ではなくても分かりますし、なんなら260点、基準の点数ですね、そこに値する方も全然合格してますので、そこまで点数にこだわる必要はないかなっていうふうに思います。ただ、その EJU っていうのは、問題数に対して時間がめちゃめちゃ少ないので、短いので、それに注意して受験をしていただくのと、知らない単語が出てきても恐らずに、論理的に考えて、問題を進めきったらいいなっていうふうに考えております。 JP さんはその試験ですね、当日に向けてどんな準備をしましたか。はい、何度も過去問を解いて、本番の試験によるプレッシャーに慣れて衛生を保てるようにしました。また当日にベストパフォーマンスを発揮するために食生活を整える必要があります。ありがとうございます、はい、素晴らしいですね。やはりその、当日試験っていうことで緊張も、する方もいらっしゃると思いますけれども、マインドコントロールですね、実際の試験に向けての緊張せずに挑むことが大事かなというふうに考えています。で、次早速志望入試についてもちょっとお話ししていきたいなっていうふうに考えています。で、関東の志望入試ですね、学科またはコース、学科はコースについて日本語で1000字以内で記入してくださいっていうふうに、指名書か足されていて、その内容を実際どんなことを書いたらいいのかっていうところに、興味を持っている方もいらっしゃると思います。で、キムセオさんは実際どんなことを書きましたか。私は個人的に志望入試には学校で自分自身に対する分析を行うことが重要だと思って、と科学がこういう点から理想がこういう点により成長させることができるという流れで、と科学生としての自分を描きながら説明しました。ありがとうございます。やはりその、どの大学にも当てはまる話でありますけれども、私っていう人がその学校にどうやってマッチしているのかっていうところを示すこと、ただ志望度を高める、要因じゃないかなというふうに考えています。ありがとうございます。 D さんは実際どんなことを書きましたか。はい、
はその、まずその志望学部の、そのをウェブサイトを参照して志望文書を書きました。具体的にはその志望学部のポリシーを理解した上で、そして、学部が求める学生像に仕上がって大学でどんなことを学びたいについて書きました。そしてその他にも、カリキュラムにある授業、どのようにそのこれらの学びを習得できるのか説明しました。ありがとうございます。カリキュラムを事前に把握しておいて、それを、まあ、志望理由書に示すことも大事かなというふうに思います。特にリーさんは就職に関しての情報も取り入れたというふうに知っておりますが、実際どうですか？はい、その感覚は就職率が高くて、留学生へのキャリアサポートもしっかりしていることで知られていますよね。まだ感覚にはAI 活用人材育成プログラムもあります。人工知能がこれからのその他領域の分野で活用されて、そして自分の専門と結びつければ、その将来の就職活動に役立つと思います。私は将来、日本で就職しようと考えているため、その2つの点に惹かれて感覚に入ることを決めました。ありがとうございます。卒業前から日本のビジョンなどを、まあ、あらかじめ整理しておいて、それをどうやって学校にマッチして活かせるのかというところを示すことも 大事なんじゃないかなというふうに考えております。ありがとうございます。そうですね、まあ、キム・ジュンさんはどうやって書きましたか？私の場合はその時間を、多くの時間をかけて書いたということで、私は1ヶ月ぐらいの時間をかけて書きましたけど、私を担当してくださったその面接の先生にはちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと、いじめるぐらいになんか遅刻質問して、自分が満足するまでに直して書きました。他にはその自分が決めた志望優勝のテーマとその感覚での学びをマッチするのが大事だと思います。志望理由書っていうのは、まあ、ただの文章にはなりますけれども、自分の未来を決める文章っていうことで、たくさん時間かけてたくさん人に見てもらって、まあ、素晴らしい結果を出すのはとても大事なことなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では志望理由書をちゃんと書いて合格をしたら、次は面接が皆さん待っているというふうに考えています。で、面接ではそうですね、キムさんはどんなことを聞かれたか、あ、そのキムセオンさんはどんなことを聞かれましたか？私は対面の面接でした。その時、なぜ日本の留学なのか、なぜ科学なのか、あと科学で何を学びたいのか、最後には卒業後に何をやりたいかって言いましたね。面接は志望理由書を中心として行われるので、自分が書いた内容を言葉としてきちんと伝えるのが重要だと思います。ありがとうございます。そうですね、もう深掘りということで、自分が書いた文章へのあぐらがっていうのか、そういうのを聞かれる場合が多いので、そういうところにも準備しておいたらいいなと思います。キムセオさんは実際面接の時緊張とかされましたか？すごく緊張しましたね。私は特に対面だったので、その先生2人が前に座っていらっしゃって、その顔を見た瞬間に準備した内容を全部忘れちゃうほど緊張しましたんですけど、その前に毎日練習してきたんで、細かい部分は忘れても全体的な流れが頭の中にあったと思いますね。だから毎日練習するのが一番重要だと思います。ありがとうございます。まあ、その就職活動においても必要なルールっていうか、まあ、コツではありますけれども、まあ、その自分が答える内容を覚えるよりは面談自体に慣れることが大事かなというふうに考えています。キム・ジュンキさんはどんなことを聞かれたか教えてあげますか？私は一応先輩に聞いたその感覚の話と、そして将来にやりたいことについて聞かれて、他には私がその受験のテーマとして決めたのがなんか参加産業でしたけど、まあ、個人的にも参加好きですかっていう個人的な質問を聞かれましたね。
ていうのも重視しますので、そういう個人的な質問までは準備する必要はあるかなっていうふうに考えています。そうですね、Bさんはどんなことを聞かれたか覚えてますか？はい、私の面接ではその内容だけでなく、そのどれくらいの時間で回答するかの指示がありました。例えば、なぜ感覚の教育学部に入学するか、5分程度お願いしますという感じで、そして、その面接の受ける前にそのできるだけよく聞かれる質問を長いバージョン、短いバージョンに分けて準備するといいと思います。ありがとうございます。その、まあ、先ほどもと一緒のように、まあ 就職活動とかでも使われますけれども、何分程度説明しなさいっていう質問がたまに出てくるんですね。でそのテーマっていうのはその皆さんの書く志望理由書の中に多分入ってると思いますので、まあ、志望理由書の内容を先ほど、まあ、リーさんがおっしゃったように、まあ、短いバージョンだったりとか長いバージョンを用意して答えるようにしておくのも大事かなっていうふうに考えています。ありがとうございます。素敵な情報ですね。では、まあ、次、まあ、面接に向かって大学入学を待てるとします。ではその入学前にやっておいたらいいことっていうところを少しお話ししていきたいなっていうふうに思います、まあ、たくさんあるとは思います。で、気持ちの皆さんは何が必要なんだと思いますか？私は会話の練習だと思いますね。そのこの学校に合格してから少し日本語の勉強をおろそかにしましたけど、実際に日本に来てから友達をたくさん作りたいと思っていましたけど、そういう友達からのコミュニケーションが思ったよりうまくできなくて、その面で少しストレスを感じたことがあります。ありがとうございます。そうですね、留学生が使う日本語がその日本人からして、まあ、合ってるかどうかの問題からちょっと離れて、実際使う言葉を使っているのかっていうところが大事かなというふうに考えています。で、自分が使っている何個もしかしての文章などが実際日本でどんな意味で伝わっているのかとか、どんな、まあ、ニュアンスで、まあ、伝わっているのかっていうところを、まあ、周りの日本人の方や友達と検討しながら会話の練習をするのが一番いいんじゃないかなとは考えています。そうですね、ありがとうございます。で、キムチヨさんは何が必要かなっていうふうに考えてたりしますか？私も日本語の能力が一番必要なんじゃないかなと思いますね。重要な面においても日本人の学生と全て同じ環境、同じレベルで勉強することになります。そこで学部によっては基礎練習という授業が一緒となります。これからの大学の生活の中で必要な論文やレポートの書き方、あと発表などを準備することになります。また留学生はそこに加えて日本語の授業も一緒となるんですね。先ほど説明してくださった日本語の授業なんですけど、そこで日本人の学生と全ての学校生活を送るために必要なことを準備していくので、大学から授業なさることがあるんです。ありがとうございます。素敵なメッセージかなと思います。で、その、そうですね、留学生の方々が覚えてほしいっていうところを私からお伝えしますと、その日本人の学生と全く同じ評価をされるんですね。で、もしやっても自分が日本語は下手で喋ることができないとしても、プレゼンテーションのある、もうプレゼンテーションのある授業では評価の基準も一緒ですし、それでもし、まあ、定数が下がったとしても、ね、文句を言えないっていう状況にはなると思います。で、そのためにも先ほどの簿記授業でもやりましたけど、日本語の授業にちゃんと参加して日本語の力を向上させるだとか、そういう努力は必ず必要かなというふうに考えています。ありがとうございます。そうですね、兄さんは日本語の授業についてどうでしたか？はい、入学後その留学生でも日本人学生と同じ標準で、課題を採点されます。しかし心配する必要はありません。感覚の日本語状況をきちんと受けていれば、その大学の課題に必要な日本語力が鍛えられます。はい、ありがとうございます。そうですね、その、まあ、しゃべり能力もそうですし、評価されることへの、まあ、基準っていうのも日本語授業っていうところで多分学べると思います。
その過程の中で自分が成長することも多分一緒で感じることができると思いますので、そこまで心配する必要はないんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、友達を作るためにも、授業についていくためにも日本語力は大事だと思いますので、皆さん、まあ、留学前はいろんな練習をしてお会いできたらいいなというふうに考えています。で、今から1時までですね、13時まで個別相談を行いたいというふうに考えています。で、キャンパスサイトについても、まあ、入試対策についても何でもお答えしますので、もし興味がある方は前に来ていただいて、先輩や職員の方に質問してください。で、本日のイベントはこれで終わりにしていきます。ありがとうございました。